はい、皆さんこんにちは、キモチです。英語ラブをやってます。さあ、今回も屈辱の時間がやってまいりました。英語で小話ジョークのネタバレ解説でございます。15作目の1対7、 1 vs 7っていうですね、1が7に言いましたね。おー、いいキャップしてるねみたいな、前にもありましたよね。0対ね、8っていうのはこれで今日こうやってナイスベルトみたいな感じでいうネタバレと小話があったと思いますけども、それと同じです。今回は英語でも何でもありません、1の形と7の形を見てもらえたらなというふうに思います。キャップっていうのはこうつばのねついてるやつだと思うんですけど、こう1っていうのはこんな感じですよね。1で、そこにねキャップがこうつくとね、こうちょっと無理がありますけどね、こう、まあ、こうしまったなあ、こうキュッて曲げずにスッて捨てがよかったなと思う、今思ってるんですけども、こうねシュッてひさしつば違うな、そのつばじゃないか、そうかいう形で1が7に、いい帽子かぶってるねというところでございますね。一生懸命引っ張って話してきましたけども、英語らしくなんかアカデミックな、あ、これ覚えといていいなっていう、なんかトイックとか英検に出てくるような表現とか、そういったものは一切ございませんということで、何の教育的水準も何かを教育的に有意義なものをお与えすることはできないという動画でございますが、1と7くだらねえなと思いながらちょっと使ってみてくださいね。相手の反応はね保証いたしませんけれども、ひょっとしたら何か手応えがあるかもしれません、ね、でも保証はできませんということで、はい、英語で小話ジョーク15作目1対7のネタバレ動画でございました。また別の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様です。帽子じゃなくてこうカツラとかでいいのね。だってほらトランプ元大統領みたいな感じじゃない。いやいやいや、どっかで怒られてるからね。はい。